しぶりの城下じゃのう。おおおおお、城下の者はやはり皆活気があって良い顔をしておるの。それに比べて城の連中は毎日毎日しかめっ面で小言ばっかりじゃ。ああ、姫様おしとやかになさいませ。ああ、刀を振っては危のうございます。馬に乗って、ああ、うんざりだ。まあいい、せっかくこうやって城から出られたんだからな。どこに行こうかの。ちゃんの茶店がこの近くだったな。あそこの団子はうまかったからな。お紅ちゃんにまたあんこがたっぷり乗った団子を作ってもらおうかの。あれ、お紅ちゃんではないか。そんなたこんなところで何をしておる。今な、ちょうどそなたの茶店に団子を食べに行こうと思ってたとこなんだ。今日は団子はやってないのか。お休みか。そうか、残念だな。間違いない。あのうまい団子を城の者にも食べさせてやりたかったな。あのあんこのたっぷりのやつな、あれが美味しかった。どんな、明け方のことを覚えてから。明け方、娘置いてくれ。悪いが死んでもらう。白昼堂々娘に手をあげるとは、一体どういう了見だ。ひどければ話しやろう。明け方俺たちは辻切りを働いた。辻切り。そうとも、無能な水野の家臣を切り殺してやったわ。だがこの娘が一部始終を見ていた。見てたのか、見てたのか、そなたたち見てたのか。どっちだ。貴様、邪魔だといたすな。白昼娘に刀を振ると、私が娘を守る。小賢しい。そなたたち無事であったか、怪我はないか。はい。